ートに帰るのも久しぶりだな。去年のセイミシェリアの日に僕は翼を授かった。ちょうどこの日に戻ってこられるなんてね。またいいことが起こりそうだって期待してしまいそうだ。ラビオル兄さんは元気にしてるだろうか。会うのが久しぶりってだけで、兄さんには定期的に絵はがきを送ったりしてるから近況は知っている。兄さんは変わらず西宮守護団の団長をしていて忙しくしているみたいだ。団長でいるのは嫌だって突っぱねたらしいけど、フェイエルさんにラビオル兄さんしか団長は務まらないって説得されて仕方なく続けているって手紙に書いてあったな。今の兄さんは西宮守護団団長でいることを後悔していない。僕がユウたちと旅する道を選んだように、兄さんは西宮守護団団長として生徒を守る道を選んだんだ。美しいな、生徒は。僕はずっと生徒以外の美しいものを知らなかった。でも地上を旅して生徒と同じくらい美しいものがあることを知った。早くラビオル兄さんに会いたいな。手紙では書ききれなかったことがたくさんあるんだ。旅の行き先であったことを全部書いていたら書物と同じくらいの厚みになっちゃうからね。お、確かこの上だったよな。ラビオル兄さんは見回り中なのか。まだ待ち合わせ場所にいないし。ラビオル団長。フェイエルか。そちらはどうだ。異常なしです。今日は聖ミシェリアの日ですからね。どこもかしこもにぎわっていますが、問題が発生している区画はありません。あの団長、難しい顔をしてどうしたんですか。まさか問題ごとでも。わかりました、早急に手配を。違うんですか。でもものすごく険しい顔をしてますよ。ラビオル団長にそんな顔をさせる相手ってことですよね。またいつぞやのように雲食いか同等レベルのモンスターが現れたのでは。こうしてはいられません。あれから1年、団長に鍛えられた技を見せてやりますよ。だから違うと言っているだろう。今日は聖ミシェリアの日であると同時に弟の誕生日だ。去年オルトスの誕生日を当日に祝うと約束した。もうあいつが生徒に来ている頃合いだろう。ああ、そういうことでしたか。すみません、結局あの時の約束は果たせませんでしたね。来年の弟さんの誕生日までには団長が留守を任せられるくらいに成長してみせますからって啖呵を切ったのに、弟さんの誕生日まで見回りに付き合わせてしまっていますからね。1年徹底的に鍛えたが留守を任せられるほど成長しなかったからな。すみません、団長の期待に応えられず自分が恥ずかしいです。お前は厳しい鍛錬にも音を上げることなくついてきた。少しは成長している。何も恥ずかしく思うことはない。団長。だが旧大典には届いていない。これからも精進することだ。頑張ります。お、トイフェル戻ったのか。はい、つい今しがた。異常はありませんでした。みんな聖ミシェリアの日を楽しんでおります。ご苦労。こちらも異常なしだ。ラビオル団長、一通り街を見て回りました。団長はオルトス君の誕生日を祝いに行ってあげてください。だが大丈夫ですよ。あとは他の団員だけでも事足ります。オルトス。ラビオル兄さん、久しぶり。元気そうで安心したよ。お前もな。よく顔を見せに来てくれた。約束には遅れてしまったが。ううん、兄さんを待っている間街を見て回ったりできたからね。兄さんこそ見回り中みたいだけど大丈夫なの。ちょうど終わったところだ。これから先はお前のために時間を使う。行きたいところ、見たいもの、何でも話してくれ。そうだね。まずは兄さんにユウたちと旅したことを話したいかな。手紙では書ききれなかった話がたくさんあるし、兄さんが生徒でどんな活躍をしたのかも聞きたい。ならば店に入った方がいいだろう。この辺りで落ち着ける店といえば、確か道なりに進んだところに一軒あったな。団長、そこもいいですけど、向こうの路地を抜けた先にある店はどうですか。
守護団員仲間の間で美味しいって評判のあの店ですよ。私は知らないぞ。ラビオル団長もお誘いして行ったことがある店ですよ。ほら、ちょうど他の団員が昇格した祝いか何かで魚料理を提供してもらった。覚えてません？ああ、思い出した。あの店か。オルトスの誕生日だ。魚料理で盛大に祝おう。ラビオル兄さん、いいの？空の国じゃ魚料理なんてたまにしか食べられないごちそうじゃないか。だからこそだ。これまでお前の誕生日を当日に祝ってやれなかった。これくらいさせてくれ。兄さん。団長、僕たちは失礼しますね。オルトス君も久しぶりの生徒を楽しんで。待て、お前たちにも弟の誕生日を祝ってほしい。誕生日は大勢に祝われた方が嬉しいものだ。ですが。ありがとう兄さん。今まで兄さんやユウ以外の人から祝ってもらったことがないから、フェイエルさんやトイフェルにも祝ってもらえたら嬉しい。こんなことを僕からお願いするのはおかしいかな。いいや、団長のおっしゃる通り、誕生日はたくさんの人に祝われた方が嬉しいものだからね。わかりました。そういうことであればご一緒します。オルトス様の誕生日に俺が同席してもいいのだろうか。聖ミシェリアの奇跡を受けた聖なるお方であるのに。トイフェル、頬をつねっていないで行くぞ。では皆さん行きましょう。あ、見えてきましたよ。あそこの路地を抜ければ目的地です。団長補佐、俺が先に行って魚料理を提供してもらえるかどうか聞いてきます。そうだな。他の団員を祝った時は事前に連絡を入れておいたし、僕も一緒に行こう。団長の弟くんの誕生日だと伝えれば、天使も喜んで魚料理を振る舞ってくれるはずだ。ここは一体どこだ？建物も人々の服装も僕たちとは違うし、俺もこのような通りは見たことがありません。団長補佐、いや悪い、少し圧倒されてしまった。催し物の準備をしているようです。今日は聖ミシェリアの日ゆえこれほどにぎわっているのでしょう。そのようだな。しかしどういうことだ。地上の民ばかりだし肝心の店も見当たらない。路地を抜けた右手にあったと記憶しているのですが、それらしき店はないようです。フェイエル、そもそもここは聖都なのか。団長、しかし生徒から他の都市へ地続きでつながっているなんて。そうだな、情報が不足している。まずは状況把握が必要だ。はっ。オルトス君、申し訳ないね。少し待たせることになるが、必ず君の誕生日を祝うから。うん、でも兄さんの言う通り、ここはおそらく生徒じゃない。生徒とは全く違う街並みだし、僕たちはどこに来てしまったんだ。お前ら準備はいいか？今日はゲーム販売記念のイベントで、ライブの後に握手会が予定されているんですよね。うん、天使が登場する牧歌的な世界観のゲームで、ライブの内容もゲームをイメージしてるんだって。だから俺たちもユニット衣装の背中に翼をつけて天使に扮してるってわけだ。ステージパフォーマンスもすごいぞ。ワイヤーアクションをする予定だからな。飛んだり跳ねたり、身軽なのは俺も得意だからな。ああ、それで僕たちに依頼が来たんですね。でも一体どんなゲームなんでしょう。兄ちゃんから話を聞いて調べたんですけど、よくわからなくて。どういう風に自軍を動かせば敵軍に攻撃されないか、どうすれば敵軍を最小限で撃破できるか、要するに戦略ゲームだな。俺、頭を使うゲームは苦手だぜ。単純明快が一番だぜ。売上貢献として一本買っていこうかな。協力プレイもできるみたいだし、俺の家に集まってみんなでゲームしても良さそうじゃん。ああ、いいですね。智也くん、いろんなゲームで遊んでるからとっても強いですし。そんなに強くないぞ。今までやったゲームって流行りものばっかりだしな。とりあえず遊んでおけば
みんなの話題についていけるかなってノリで始めたから、最後までクリアしなかったゲームも多いし。あ、すみません。ライブ前なのに緊張感が足りませんでしたね。もうステージに上がった方がいいですか？共演者がまだ来てないからな。俺たちと同じ天使衣装だから見ればすぐ分かるって話だけど、それっぽい人いないよな。はい、見当たりませんね。僕ちょっと探してきましょうか。もしかしたら迷子になっているのかもしれませんし。いや、はじめちんが探しに行った後に共演者が来るって場合もあるしな。下手に動かないで待ってた方がいい。うん、あれ共演者じゃないかな。俺たちと同じ背中に翼がついてるぜ。どれどれ。うん、確かについてるな。他に似たような人もいないし。共演者で間違いないだろう。よし、俺が迎えに行ってくるから、お前たちはここで待ってるんだぞ。ラビオル兄さん。ああ、こちらに向かってくる者がいるな。うん、僕たちと同じように背中に翼があるようだけど、降臨はないね。見た感じ僕たちに用があるみたいだから、彼に話を聞いてみる。そうだな。道行く人に話しかけるたびに驚いたような顔をされて話が進まなかったからな。あちらから近づいてくるのならば好都合だ。あの、共演者の方ですか？俺、ラビッツのリーダーをしているニト・ナズナって言います。西宮守護団団長をしているラビオルだ。それと弟のオルトスだよ。よろしくね、ナズナ。ラビオル団長と同じく西宮守護団で団長補佐をしているフェイエルだ。西宮守護団団員トイフェル。ラビオルさん、オルトスさん、フェイエルさん、トイフェルさんですね。あっちに俺の仲間がいるから、みんなのことを紹介しますね。団長、どうしましょう。彼についていきますか？そうだな。闇雲に探すよりも聞いた方が早いだろう。それにやはりこの場所は変だ。少し様子を見た方が賢明だろう。では彼の後を追いましょう。そうだな、行こう。おーい、こっちこっち。よし、お前ら共演者の方に挨拶しろよ。最初のつかみが大事だぞ。まずは俺から挨拶するぜ。俺はラビッツの誇るスーパースター天満ミツルだぜ。よろしくだぜ。僕は死の始めって言います。運動神経はあまり良くないんですけど、歌が得意です。よろしくお願いします。真城智也です。俺はメンバーの中で一番平均的っていうか、でもみんなの足を引っ張らないよう頑張るんで、よろしくお願いします。俺はさっき自己紹介したから、これで全員だな。共演者は右からオルトスさん、ラビオルさん、フェイエルさん、トイフェルさんだ。よろしく。はじめだったよね。え？あ、はい、オルトスさんでしたっけ。見たところ年も変わらないみたいだし、オルトスでいいよ。でもその僕、呼び捨てにすると怒られちゃいそうで、くんとかさんをつけちゃうんです。だからオルトスくんかオルトスさんでお願いできれば助かっちゃいます。じゃあくんで呼んでくれる？わかりました、オルトスくんですね。共演者の方ってどんな人なのかなって思ってましたけど、優しそうな人でよかったです。あれ、ラビオルさんとオルトスくんってよく似てますね。兄弟みたい。ああ、オルトスは私の弟だ。そうなんですね。道理でそっくりだと思いました。僕は下に弟と妹がいるので、ラビオルさんと同じお兄ちゃんなんです。意外な共通点ですね。同じお兄ちゃん同士仲良くしてもらえると嬉しいです。ああ、仲良くしよう。おお、人見知りのはじめちんがラビオルさんには心を開いてるっぽいな。うんうん、これならライブもうまくいきそう。ナズナ、さっきから話が噛み合っていない気がするんだが、そのライブとやらは何なんだ？ん？依頼主から聞いていませんか？まず俺たちが先にステージに上がるから、
ラビオールさんたちは俺たちの歌が終わったらステージに上がってください。歌い終わったら俺が西宮守護団の皆さんどうぞって声をかけるから、上がるタイミングは俺たちに任せてください。ってことでよろしくお願いします。はじめちん、ともちん、みつるちん、手番だぞ。兄ちゃんについてこい。団長、これは一体どういうことなんでしょう。落ち着け。一つずつ状況を整理することだ。そうすればおのずと私たちが置かれている状況がわかるはずだ。あ、はい。まず僕たちがここに来たのはオルトス君の誕生日を祝うためです。ですが肝心の店が見つからずに探していたところ、ナズナ君の方から声をかけてくれました。そしてナズナ君が言うには、僕たちは共演者らしいのですが、詳しく話を聞く前に本番が始まるとナズナ君を含む全員がステージに上がってしまったので、詳しい状況が未だ分からずなのです。団長、やはりここは生徒ではないということでしょうか。バカなことを言っているのは分かっています。生徒の路地を抜けた先が地上につながっていたなんて荒唐無稽すぎますもんね。いや、私もお前と同じ意見だ。彼らは私たちのように翼はあるが、どこか作り物めいているし降臨もない。ではここは地上なのですか。地上の民でもなさそうに思う。僕はユウたちと一緒に地上を旅してるけど、こんな街は見たことも聞いたこともない。どこの街でも必ず見かけるモンスターもいないみたいだし、僕たちが暮らす世界とは全く別の世界って言われても驚かないよ。そうか、ならばここは生徒でも地上の世界でもない、異世界と呼ぶべき場所なのだろう。異世界。団長、すぐに来た道を引き返しましょう。ここに来た時と同じように路地を抜ければ生徒に戻れるはずです。待て、焦る気持ちのまま行動するのはお前の悪い癖だな。ライブとやらが始まったせいか、路地の周りに人がいる。人目も多く、このまま下手に動けば怪我人を出しかねない。そうだね、混乱を避けるためには一旦ステージに出てタイミングを見計らった方が良さそう。そうですね、ここが異世界だと知ってパニックになってしまいましたけど、冷静になって考えてみれば騒ぎを起こすのは得策ではありません。了解しました。そのお言葉に従います。みんな、俺たちの歌を聴いてくれてありがとう。ではでは、西宮守護団の皆さんどうぞ。出番だな。はい、こうなったら僕も腹をくくります。舞台に出て何をしたらいいのかわからないけど、ナズナたちに合わせればいいのかな。よし、オルトス君たちがステージに上がってきた。ここからワイヤーアクションだ。俺が共演者の手を取って宙に浮く。俺たちが宙に浮いている間、はじめちんが歌を歌う。天使が降臨しているように演出して、観客の人たちにこの出会いをお祝いしようって歌いかけるんだ。そうして釣られて出てきたミツルチンやトモチンも天使の歌を歌う。それにしても俺たちも背中に翼をつけて天使をイメージしてるけど、オルトス君たちの背中につけてある翼は本物みたいに綺麗だし、頭の上にも輪っかがあってまさに天使って感じだな。西宮守護団って名前のユニットを組んでるみたいだけど、名前聞いたことないな。槍や剣を持ってたからナイツのような騎士道ユニットだとは思うんだけど。ナズナ、オルトス君、じゃああなたが相手役ですね。ほら、俺の手を取って。これから宙に浮くんだけど、さっきワイヤーアクションの装置をつけてもらったと思うけど、そのあたりの話も聞かされてなかったりする？そうだね、ワイヤーアクションはよくわからないけど、要するに空を飛べばいいんだろ。まあ空高くってわけにはいかないけど、お客さんたちに天使が空を飛んでいると思わせることができれば成功かな。じゃあそんなに高くまで飛ばない方がいいね。うん？高くまで飛ばないも何もワイヤーロープで引き上げるだけだから。うわあ！
られてる感覚じゃない。まるで本当に飛んでいるような。いや、ありえない。ボルトス君側のワイヤーに引っ張られてるから飛んでいるように感じるとか、多分そういうことだろう。なんだ驚かされたな。こんな感じで飛べばいいかい？うん、バッチリ。お客さんも本物の天使みたいだって絶賛してる。本物の天使か。僕はもう天使じゃないんだけどね。ナズナ、はじめが歌い始めたよ。綺麗な歌声だね。これなら本物の天使様だって降臨するかもしれない。ありがとう。はじめちんの歌声は本当に綺麗なんだ。歌っているのは天使と人が出会った喜びの歌。ミツルチンやトモチンたちもそれに続いて歌い始めてる。そして次々と天使が空から舞い降りてくるってわけか。確かにこんな歌声を聞かされたらついつい地上に降りたくなっちゃうかもね。今日は弟の誕生日でな。え？そんな大事な
な日にライブを入れちゃったんですか。そっか。うん、あとは俺たちに任せてください。それとオルトス君、誕生日おめでとう。オルトス君、今日がお誕生日なんですね。もっと早くに知っていれば何か用意できたんですけど。オルトス君、お誕生日おめでとうございます。オルトスちゃん、おめでとう。誕生日おめでとう。ありがとう。よかったな、オルトス。うん、まさかナズナたちにまで祝ってもらえると思わなかったから。最高の贈り物だよ。君たちとはここでお別れだけど、また奇跡が起こるかもしれない。その時は僕の仲間を連れてみんなに会いに来るよ。だからさようならは言わないぜ。またね、みんな。うん、またね。うん、奇跡って。兄ちゃん、オルトスちゃんたち行っちゃったぜ。俺たちは握手会を頑張るぜ。ああ、そうだな。もう列になっちゃってるしな。あんまりお待たせしちゃ悪いだろ。みんなライブで疲れてるだろうけど、もう一踏ん張りだ。ファイト。オルトス、名残惜しいのか。名残惜しくないって言ったら嘘になる。彼らはいい友人になれそうだと思ったからね。ならばその願いは叶うだろう。彼らと友人になりたい。その気持ちを忘れなければ、きっとまた会えるだろう。うん、ありがとう、ラビオル兄さん。団長、オルトス君、来る時に通った路地です。もちろん今も路地を抜けた先が生徒につながっているか分かりませんが、他に方法もありません。ひとまず通ってみましょう。ここは団長補佐、生徒で間違いありません。俺たちは無事に元の世界に戻れたようです。そうか、ようやく戻ってこれたんだな。ほんの少し離れていただけなのに、ずいぶん長い間あの地にいたような気がする。それだけ濃密な時を過ごしたということなのだろうが。フェイエル。あ、団長、僕たち生徒に戻ってこれましたよ。そのようだな。オルトスも無事に来られてよかった。確かに戻ってこられて一安心だけど、他の人がここを通ったら僕たちと同じようにあの世界に迷い込んでしまうかもしれない。そうだな。当面は人が立ち入らないよう注意を促して。だが生徒の人間が利用する道でもあるし、封鎖するにしてもちゃんとした理由がないと住民は納得しないだろうな。一見していつもと変わらない生徒の街並みだが、何か仕掛けが施されているのかもしれないな。私が今一度確認してこよう。ダメですよ団長。今回はたまたま戻ってこれただけかもしれないんですよ。これで団長が戻ってこなかったら西宮守護団はどうなるんですか。無策で確かめるわけではない。それにお前がいるから大丈夫だ。でも僕一人ではとても西宮守護団を率いていけませんよ。団長がいてこその西宮守護団です。まあいつまでも団長には頼れませんし、団長が留守の時は僕や副団長、トイフェルや他の団員たちで生徒と西宮ゲイカをお守りします。ですが団長に言われた通り、僕は留守を任せられるほど成長していません。この状況で団長を失ったら僕たちの未来はお先真っ暗ですよ。行って戻ってきたぞ。早っ。大丈夫だったんですか。ああ、お前の心配は杞憂だ。あの道は異世界にはつながっていない。そうなの。確かに変わらず生徒の街並みが広がっているけど、あ、フェイエルさんが行っていた店はあそこかな。ああ、間違いない。ラビオル団長たちをお連れしようと思っていた店だ。やっぱりこの道で会っていたんだな。どうして異世界に通じていたのか、たまたま僕たちだけあの世界に招かれたのか、謎は尽きないけど、空の国の生徒だからこそ起こった奇跡。僕が去年の聖ミシェリアの日に翼を授かったように、今年は異世界の住人と出会えた。神様はとことん僕を驚かせるのが好きらしいね。こんな誕生日プレゼントは予想できなかったよ。
いや、誰だって予想できない。ラビオル兄さんたちだけでなく、異世界の住人にも誕生日を祝ってもらえるなんてさ。良い誕生日になりそうか。うん、空の国に向かう前にユウたちに誕生日を祝ってもらって、空の国で兄さんたちに祝ってもらって、異世界でもなんて、こんな贅沢な誕生日を過ごしたのは僕だけじゃないかな。違うぞ、オルトス。まだお前の誕生日を祝っていない。ちゃんと覚えているよ。魚料理で盛大に祝うって約束でしょ。団長、オルトス君、僕たちはお店の予約を取り付けてきますね。行くぞ、ドイフェル。はどうした？ユウたちに僕の経験したことを伝えたらどんな顔をするのかなって想像したら、つい笑っちゃったんだ。僕に世界の美しさを教えてくれたユウだって、きっと行ったことがない場所だった。生徒以外にも美しいものがあること、地上を歩く楽しさを教えてくれたのはユウだ。地上に行ってからもユウから聞く話に驚かされたけど、今度は僕の番だよ。僕があの世界で体験したことを話して彼をあっと驚かせるんだ。ラビオル兄さんたちと一緒に歌ったり踊ったりしたって話したら目を見開くと思うな。楽しそうだな。お前にいい友人ができて本当に良かった。ありがとう兄さん。塔から眺める生徒はとても美しくて、地上を旅している今でも変わらず美しい街だと思っている。でも僕は飛び立つ自由を知ってしまったから、ずっと生徒にいることはできない。ここが僕の故郷であることは何があろうと変わらないけどね。それで十分だ。いつでも帰ってきなさい。ふと立ち寄るだけでもいい。一年に一度はこうして顔を見せてもらえると安心する。手紙では書ききれなかった話がたくさんあるのだろう。私も同じだ。お前に話したいことがたくさんある。聞かせてよ兄さん。誕生日が終わるまでにはまだ時間がある。もしそれでも語り尽くせなかったら、また来年に話せばいい。そうして再来年、その先の未来にまで続いていけば、これほど幸せなことはないよ。1、2、3、4、くるっとターン。あっとと、はじめ大丈夫か？立てないようなら手貸すけど。ありがとうございます。ちょっと尻もちをついちゃっただけなので。よいしょっと。やっぱりミツル君のように動くのは難しいですね。もっともっと自宅で練習して次は成功させますね。うんうん、はじめちゃんはやればできることだ。だから絶対に大丈夫。俺がもう一回お手本を見せるぜ。1、2、3、4、くるっとターン。そんで逆立ち回転、くるんくるん回って楽しいぜ。こうですか？くるっとターン、逆立ち回転。吐いた。無理するなよはじめ。俺たちは俺たちのペースで進めようぜ。兄ちゃんにも毎度それぞれのできる範囲でレッスンしろって言われてるしな。はい、焦ってもいいことないですもんね。それにしても兄ちゃんが遅れるなんて珍しいよな。俺兄ちゃんのクラスまで迎えに行こうかな。は、噂をすればですね。兄ちゃんが来ましたよ。あ、遅くなってごめん。ちょっと不思議な話を聞いて考えながら歩いてて。不思議な話ですか？うん、この前ゲームの反則イベントに出ただろ。実はその共演者がドタキャンしてたらしいんだよ。え？でも僕たちは共演者の方とイベントに出ていますし、ドタキャンしてたってことならあの人たちは誰なのかってことになっちゃいますよ。そうなんだよ。現場のスタッフも責任者から天使の衣装を着てるとしか説明されてなかったみたいで、今日共演するはずだったアーティストに電話して実はって感じで切り出されたらしい。どうもドタキャンしたのにそれに関する電話がなくて、代わりに先日のイベントは大好評でしたよ、次もぜひお願いしますって言われて、あっち側としてはかなりびっくりしたんだってさ。
まさか共演相手がドタキャンしていたなんて。つまりオルトス君たちはあんな格好をしていましたけど、アイドルユニットじゃなかったってことですよね。そうなんだよ。そうなるとオルトス君たちの正体は一体って思うんだよな。はあ、わかったぜ。俺たちと共演した人は本物の天使だったんだぜ。きっと本物の天使って、俺も本物の天使そっくりだなとは思ったけど、現実に天使がいるわけないだろう。俺だってそう思うぜ。でもオルトスちゃんたちの背中についてた翼は本物みたいだったし、バサッと広げてたぜ。普通あんな風に翼を広げたりできないんだぜ。そうですね。僕の後ろに立っていたラビオルさんの翼はとっても大きかったし、ミツル君の言う通り本物の天使みたいでした。初めまで何を言うんだよ。いやまあ作り物とは思えないくらい立派だったし、お前たちの言うこともわからなくないけどさ。そういえばオルトス君は俺を抱えて本当に飛行していたのかもしれないな。あの時はオルトス君のワイヤーに吊られて俺も一緒に移動してるのかと思ってたけど、よくよく考えてみればハーネスを装着してるようには見えなかったし、背中についてた翼を動かして移動してたような気がする。ちょ、兄ちゃんまでそんなこと言わないでくださいよ。そりゃ本物の天使が現れて俺たちの窮地を救ってくれたのなら感動的なお話ですけど、やっぱり実際にいるとは思えませんよ。たまたま俺たちと同じようにどこかで天使を題材にしたイベントがあったんじゃ。まあそうかもしれないけど、彼らと一緒にステージに立ったその思い出は本物だ。はい、オルトス君さよならは言わないよって言ってました。だからまたどこかで会えますよ。そうだな、次のライブでの共演者がオルトス君たちかもしれないし、そうだったらすごい偶然だけどな。ライブ？兄ちゃん俺たちライブに出るの？ゲームの反則イベントが好評だったから次も俺たちに依頼したいって電話をもらったんだよ。わー、ライブだぜ。歌って踊るのは楽しいぜ。オルトス君たちのおかげですね。次もまた共演できたら嬉しいけど難しいんでしょ？うん、スタッフの人に知っていることがあれば何でも教えてくれって言われて、名前と所属してるユニットを伝えたけど、西宮守護団って名前のユニットはないって言われちゃったしな。そもそも西宮守護団がユニット名かもわからないし、このまま見つからなかったら伝説のアイドルとして語り継がれることになりそう。伝説のアイドルですか。かっこいいですね。よし、俺たちも伝説のアイドルになるぜ。目指すは甲子園だぜ。高校球児になってどうする。っていうか伝説になるほどの活躍をしてないだろ。じゃあたくさん活躍すればいいぜ。兄ちゃんライブはいつから？今日でもいいぜ。話を聞いたばっかりだからさすがに今日はないぞ。でもまあやる気があるのはいいことだ。いつかオルトス君たちと再会した時に恥ずかしくないように俺たちはできることを頑張るぞ。